思議な駅を通過した。実際降りてないし、一瞬の出来事だったから気の迷いかもしれないけど、書いてみようと思う。体験したのはおとといの夜で、田舎の方に向かう列車の中だった。田舎といっても普段からそこに住んでおり、その時も都会から田舎に帰る、いわゆる帰宅の最中であった。普段は余裕を持って21時頃には都会を出るのだけど、この時は友人と遅くまで飲んでおり、最終電車として田舎に向かった。あえて駅名伏せても仕方がないから詳しく書くと、埼玉県にある飯能駅っていう駅発の電車で、出発時刻は23時過ぎぐらいだったと思う。自分はその駅から終点にあたる西武秩父駅まで行かなきゃいけなかったから、アルコールと眠気の両方と戦いながら、またちょっと乗り物酔いで気持ち悪かったのもあったから、吐き気にも耐えながら、早く着かないかなということだけを考えていた。で、この始発駅から終点駅までがおよそ1時間弱なんだけど、ちょうど半分くらい来たところでトンネルに入ったのね。確かに田舎行きの電車だから終点に着くまでの間には何度か短いトンネルにも入るし、とても長いトンネルもあるのだけど、自分の中では妙な気持ちになったのよ。こんなところにトンネルあったっけと。普段は特急に乗っちゃうことが多いし、寝てることも多いから記憶が曖昧なだけかなと、その時は自分に言い聞かせてたけど、帰ってきて調べてみたら、あの辺りにはトンネルはないようだった。ちなみに、トンネルの前の駅の名前は、東阿賀野駅。自分の記憶によれば、東阿賀野、阿賀野、西阿賀野と続いているはずだった。もちろん、今調べてみてもそうだったのだけど。トンネルから出るととてもガスっていて、この辺りはこんなに霧が出るんだと感傷に浸ってたのを覚えてる。おとといは雨も少し小雨が降ってたし、それなりな気温だったから、この時期はこうなりやすいのかな。運転手さん大変そうだなとも思った。トンネルを抜け、視界不明瞭なまま、10分程度進んでいってから、徐々に変な気持ちになってきた。というのも、この3つの駅はそれぞれ5、6分ずつぐらいしか空いていない。それなのに、まだ駅に着かないのだ。酔っ払ってるし、寝ぼけてるから覚えてないのかなと思いつつも、この電車はかなり揺れるので、ほとんど寝ていなかったはず。また、この路線の電車は快速などもないので、通過してしまったということもないはずだ、と、自問自答が始まった。如月駅なんかも行ってみたいと思いつつも、そういう話を知っていただけあって、すごく怖くなってきた。と、怖くなってきたのもつかの間、一瞬トンネルに入ったかと思うと、特にアナウンスもなく電車が停止した。自分がこの路線の電車に乗っていて、電車がトンネル近くで止まる理由は、線路の交換待ちか、もしくは事故かと思っていたのだけど、ここでという気持ちは覚えた。そしたら、さらに驚くことに、ドアが開いたのだ。絶句だった。気持ち悪かったり、酔っ払ってた気持ちは一瞬で冷めてしまった。深夜だというのに、ほんのりオレンジ色に明るかったから、駅か何かかなと考えながらも、こんな経験初めてだったから、とにかく乗務員のアナウンスを待っていた。だけどアナウンスもなく、ただただドアが開いたままだった。誰かに話をしようにも、みんな寝ているから、チキンな俺は話しかけることもできず、ただただ待っていた。すると何事もなかったかのようにドアが閉まったので、驚いて窓から外を確認すると、人影が二人分ほどあり、また駅の看板がちらっと見えた。記憶力も動体視力もいい方だと自負しているので、見間違いということはないと思う。確かに、霧島と書いてあった。左右の駅は、阿賀野、東阿賀野となっていたのは確かである。ドアが閉まってから電車は発車し、トンネルに入ったかと思うと、またすぐに出て、さらに5分ほど走ったら阿賀野駅に停車しました。その時は普通にアナウンスがあったし、もちろんさっきのことについての説明はなかった。阿賀野駅では何人か降りた。語彙が少なくて文章がわかりづらいかもでごめんね。その阿賀野駅では特に霧が出ておらず、頭の中はハテナマークでいっぱいだった。その後、20分くらいして終点の駅に着いたわけなんだけど、不思議なことにちゃんと帝国に到着したんだよね。帰ってきてからすぐググったんだけど、霧島は鹿児島にしかないし、行ったこともない。無事に帰ってこられたからよかったんだけど、その後また乗るのが怖いなって思ってる。以上で終わりなんだけど、何か質問があれば答えられる範囲で返します。もし霧島駅で降りていたら、消えてしまった方々のようになったのかも。止まったり開いたりしたことはとても怖かったけど、なぜか駅そのものには神秘的な感じを受けたんだよね。仕事もだるいし、降りてみたかった気持ちも少しはある。ググったらちょうど神社があるね。井上神社。やっぱりそういう何かのつながりなのかな。夢じゃなくて本当だったのかな。また乗る機会ある？機会があるどころか、東京に行くときは必ず利用する路線だから、東京で遅くまで過ごすと、また同じ時間帯のに乗る可能性はあるね。多分月1ぐらいでこの時間の電車には乗る。霧島〇〇駅っていうのは九州にあるみたいね。調べてみて画像も見てみたけど、似たような印象は受けなかったね。霧が出てるから霧島だなんて安直な、と今なら笑い飛ばせるけど、地名なんて割と霧が出やすいとか、川があるとか、洪水が多いとか、そういった理由だったりするから何とも言えないね。霧島市駅なら九州に実在する。なるほど、サンクス。ちょっとそっちも調べてみる。案外普通の関係者専用駅だったりして。その可能性はあると思うけど、それならアナウンスしてからドア開けてくれないと危ないよね。何事もなかったかのように停車して、ドアが開いて、閉まって、発車したのが不気味。時間あったら井上神社をお参りしてみたら何かわかるかも。今度仕事が休みの時に行ってみたい。でも画像検索してみると結構寂れてて怖いよ。錯覚ってことはないのかな？しっかり霧島って見えたの？錯覚とか幻覚の可能性は否めない。何せかなり飲んでた後だったからね。でも見た時以降は全く酔いから覚めたね。霧島ってしっかり見えたのかと念押しされるとちょっと揺らいじゃうけど、霧っぽい感じと島っぽい感じだったのは確か。だから梅雨鳥だったり霞ガラスとかかもしれない。すまないが確証はない。昼間乗って車窓をしっかりチェックしてみるといいと思う。ただ乗って確認するだけじゃなくて、それらしい建物とかないかとか。それはいい案だと思う。進行方向に対して右側のドアが開いたということは覚えているし、区間も狭いから頑張ってみる。その霧島ってところと次の駅までの間に寝てる人は起きたの？改めて思い出してみると、多分、前の駅を通過するまでは何人かが起きてたし、その後の駅に到着する前から何人か起きてたと思うから、霧島駅で起きていたのは自分がいた車両では自分だけだと思う。そう考えると怖い。その現象を引き起こすにはどうしたらいいと思う？わからんけど、自分の場合は、酒を楽しく飲み、とんでもなく眠いけど寝ない状態で終電に乗ったらそうなった。その他は特になければこれで終わりにするよ。話聞いてくれてありがとう。落ち着けたことは確か。暇になったら友人と神社に行ってみようと思うよ。もうこんな時間だ。おやすみ。おやすみ。おいおい、何言ってんだ。今17時だぞ。時間合ってるか？ひょっとして異世界から書き込んでる？昨日体験したなら眠くても無理はないと思う。それでパソコンいじってるうちにこんな時間にって感じじゃないの？最初におとといの夜って書いてある。あ、ほんとだ。やばい、なんか怖えぞ。おやすみとか言っちまったじゃねえか。これは怖いな。これはこういう体験したい。イッチは大丈夫なのか？